はいどうも熊澤でございますさあ本日もね、えー、連日に続き GH6 のお話をさせていただきたいと思いますね GH6 ですかっこいいねーうんかっこいい最短撮影どこまで来るかこの辺ですねーはい GH6 でございますはいでーよいしょ 自分にピントを合わせないといけないんですがどうですか合ってますかあこんなもんでしょうね、えー、この JH 六ですねあのー、まあ連日いろんな話をしてまあ先行で触らせていただいてまあいろいろこう先行で触らせていただいている身分としていろいろこう JH 六についての 情報を発信してるわけなんですけど、実際に触ったということでね、やってるんですけど、これなんでやってるか、今 CP プラス真っ只中じゃないですか。で、まあ、ちょっと僕も自宅であの仕事をしてるので、今ちょうどキネティックタイプの仕事をしてます。キネティックタイプの仕事っていうか、あのまあ、企業さんのとある企業の求人広告を作ることになりまして。 でまあ、映像ももちろんもう撮影してね、あのー、加えるんですけど基本的にはほぼ本当動画クリエイターみたいな仕事ですねえーえー、とキネティックタイプを活用したこう訴求であったりとか、まあ、いろんなあの企業情報であったりとか、まあ、そういったものをこう作っていくわけなんですけど CP プラスほとんど見れてないんですよだから CP プラスがどういうふうに展開されてるかって全く分かってないんですけどえっ、ー、とまあその 一応ね、この116っていうのはタッチアのトトライみたいなイベントが開かれてるんで、えー、青山にあるね南青山にあるルミックスベース東京っていうとこねルミックスベース東京かなうんにまあ一応申し込みをしてあのー、触りに行くことができるんですよただそれってまあ近 関東圏に住んでる人じゃないと、まあ、なかなか難しいっていうところとまあ一応、えー、とまん延防止と重点措置重円措置じゃねえわ重点措置が一応ね出てる県都道府県あると思うんですよでそうなるとその都道府県またいでの移動っていうのをなるだけ避けようねっていう動きもあったりすると思うのねで感染者数も、まあ、増えているわけで少しねこう減っている傾向にある都道府県もあると思うんですけど まあ東京都内に関してはまだいまだにこう1万人ぐらいの感染者が日々出ているっていう情報が出てますよね。うん、なのでまあ可能ならうつりたくないっていうのはまあその感染したくないっていうのは、まあ、みんなそういうふうに思ってると思うんですよ。ただその中でまあ生活をね、えー、仕事したりとかっていうところで、あのー、せざるを得ないというか、うん、あのうまく付き合いながら生活をしていくっていうのがまあここ2年ぐらいの、まあ、僕らの課題なんですけれども。 ということで、まあ、南青山まであの足を運ぶことができない方もいると思うんですよ。あのそもそも東京に近くないところに住んでる方、うん、っていうのもいると思うのね。で、まあ、実際に触ることができない。で、前情報としてはいろんな方がこうレビューされてるとあのいう中で、あのー、そういったレビューされてる方々って特に YouTube。 とかでレビューされてる方は結構その CP プラス登壇されてるんですよ。じゃこの間情報キャッチできない。もう予約開始していてでどうしようかな買おうかなやめとこうかなでもあそこが気になるんだよなここが気になるんだよなっていうところでま気になっている方もいらっしゃるっていうのがま前提にあると思うんですよね。うん。でまあせっかくこう前発表して実際にえと現時点で まあ発売前のものですけれどもあの先行で実機を持ってる人間がいてで僕別に CP プラスに登壇するわけでもないしあのまあ有名なクリエイターでもないんですけどねあそもそもでなんですけどまあ可能な限り、あのー、僕ルミックス好きですしまあ一応レビューの目的っていうのはまあ言ったら、まあ、いろんな人に発表時点で えー、魅力的なカメラだと思ってほしいっていうメーカーの思いだと思うんですよおそらくねうん。で予約特典とかもあるわけで、えー、やっぱりいろんな人があの発売前に予約特典を打ってるっていうことも含めると発売前に予約してほしいんだなっていうのはまあ分かるじゃないですか分かるじゃないですかっていうのは消費者的な目線というか一応仰せつかった上でレビュワー,ーとしての立ち位置として。 なので一応ルミックスユーザーザですよルミックス大好きででですよなので、まあ、できたらねこうルミックスのカメラが、えー、魅力的だよっていうことをお,お伝えできたらいいと思うしで、えー、このルミックス GH6 というカメラがどういう風に魅力的なのかっていうのを、まあ、可能な限り自分があまあ自分の了見、ねあのー、お伝えできたらと思って、まあ、こういう動画を連日作っております。はい で別に僕はルミックスのアンバサダーでもなければ、あのーなんだろうね、ルミックスのカメラを宣伝しなければいけない立場にいる人間ではないんですけれども純粋にあの個人ベースでルミックスの S1H というカメラを使って、えー、仕事をしているそして、まあ、YouTube も撮ってるので、まあ、一応ね YouTube 上にビデオブログを アップしている人間としては、まあこの動画コンテンツとして、まあ皆さんにお伝えするのも一つの手段なんじゃないかなと思って、まあ連日、あの GH6 についてのお話をしていると、まあいうわけでございますよ。で、まあちょっと前置き長くなりましたけれども、もう6分も喋ったのね。前置き長くなりましたけど、今日は、まああのまたテーマは GH6 なんですけど、S1H のユーザーから見る。 この GH6 の魅力ととといいいいいうううかねそういうところをお話ししていきたいと思います、はいまあ、あ GH6 関連の動画で初めて僕の動画にたどり着いて、まあ、見ていただいてる方もいると思うので、まあ、改めてこう簡単な自己紹介をすると一応音楽と写真と映像をまあ仕事にしてる人間です、はい、で一応32歳の若造なんですけれども映像においてはルミックスカメラを GH4 から使っていて 本当、まあ、ね絵作りが好きなんですよ、うん、ルミックスカメラを使う理由っていうのは、まあ、何個かありますけど絵作りがすごく好き、うん、ここがもうすごく大事なところ角になる部分ですね。でもう一個すごく重要な軸っていうのが止まんないいつでも撮れるっていう能力ですね。うん、映像カメラにおいては えっと当たり前なんですよね。うん、ただ一応写真機ベースで、えー、そこに動画機能を盛り込んだよ。っていうカメラを僕ら使ってる人がほとんどじゃないですか？その中でやっぱ止まんないとか。うん、あの撮り続けられるとか、いつでも撮れるって。すごく重要なことだと思っていて。まあ、結果として僕は現時点で lumix の s1h フルサイズミラーレスのハイエンドフラッグシップ機を使っているわけなんですけれども。 だからその2つっていうのはすごく重要にしてる僕がルミックスカメラを映像撮影で、えー、使ってる理由ですねはい写真を使う時はまた別なんですよ写真を使う時はまた別のメーカーのカメラを使ってますまあ,あの僕のチャンネルで話すんで別にメーカー名伏せる必要がなくてキャノンのカメラをあの使ってるんですけどまあちゅうことで本当ルミックスのカメラ大好きなんですよ大好きで使ってるうん っていうところで、ええー、まあ、違いというか、魅力、うん、比較してみての魅力ってところを、あの、お話ししていこうと思います。うん。で、まあ、ち、これは違いではないんですけど、まあ、あのデザインとか、えー、ボタンの配置とかが、かなり S1H になったんですよ、こいつ。GH5、5S、5M2、ね、この5の3兄弟っていうのは、 あのー、基本的には GH のこの今までの流れっていうのを組んでるんですよただえっ、ー、と S1H っていうのは S シリーズの中でも特異的なモデルでもう動画フラッグシップどうも僕はシネマカメラですと言わんばかりの、えー、デザインというか豊富なファンクションボタンであったりクーファンがついていたりっていう感じになってるわけですねなのでこう GH シリーズと S1H という,うカメラですよねで GH っていうのはそもそもマイクロフォーサーズ、ね、パナソニックのマイクロフォーサーズシリーズこれ G シリーズですけど G シリーズの中の多分ハイブリッドモデルかハイエンドモデルの H なわけですよ。で S1H っていうのは S シリーズの中のまあハイブリッド機なのかハイエンド機なのかド機なのか分かりませんけど。 s, 1> s 1 H なんですよまあなんでなんで SH じゃないのかわからないんですけどなのでその H 同士がこうまぐわったわけですねええー、H でまぐわるっていうとすごくあの下ネタなんですけどあのー、まあそういうことですよなので、まあ、ついに完璧に融合したよねっていう感じですよねうんだからその GH シリーズっていう,うパナソニックが作ってきたミラーレスカメラの中の まあ動画撮れるカメラいっぱいあるんですけど動画を撮るために、えー、ものすごく工夫して作ったよっていう GH があってで S シリーズの中の得意体として、えー、S1H っていうカメラが出てでその今まで GH がずっと発売が滞ってたでしょ新モデルが。うんまあ、一応 5M2 は出たけどでその S1H がかなりチャレンジングな今まで見た,か見たことなかったような、えー、っとボタン配置とかまあ基本的には写真ベースなんだけどっていうところで、まあ、出てきてそのこう、まあ、ぶっちゃけ僕ユーザーなんで超好評なんですよ僕の中ではそのレックボタンが2個あったりとか LCD モニターが上にもう1個ついてたりとかあのチルトフリーアングルであったりとかまあ あのモニターのデカさだったりとかファンクションボタンが豊富だったりとかまあいっぱいある空冷ファンがついてたりとかね多分使った人全員これはいいっていうと思うんですよでその我々から好評だった S1H の操作系っていうのを GH に移植して作りましたっていうのが GH6 だと思うんですねなのでえっと基本的にここはもう同等ですね S1H と GH6 っていうのはうん 持ち替えに何の不自由さもないんですよ僕からするとね僕は使ってる S1H を使ってる側の人間なんで持ち替えに何の不自由も感じないそしてえー、っとほぼ同等のこの操作形態なので GH シリーズから乗り換えた人最初戸惑うと思うんですよ戸惑うと思うんですけど中の、えー、撮影アシスト機能っていうのがいっぱいあります撮影をアシストしてくれる機能 で、このアシスト機能の中に手ブレ補正とか、あの、まあもちろん一応そのコンティニュアス AF とかそういったものも含まれるんですけど、あの、例えば、ピーキング、ウェーブフォーム、ベクトルスコープ、ゼブラ、えー、スポット軌道メーター、それからセーフゾーン表示、セーフゾーン表示は S1H 入ってませんから、それから動画フレーム表示、えー、他にも、まあヒストグラムとか、 手ぶれ補正の、まあ、オンオフであったりとか手ぶれ補正ブーストのオンオフラットビューアシストとか HDMI ビューアシストとかえー、っと他にも今回だとダイナミックレンジブーストとかそういったものたくさん機能あるじゃないですかで今までだとメニューに入ってマイメニューとかに登録をしておくことでメニューに入ってからアクセスがしやすい自分がよく使うものをまとめておけるみたいな感じだったと思うんですけど ファンンクションボタンが S1H からめちゃめちゃ多くなってるのねで僕が活用してるファンクションボタンカスタムファンクションとして活用してるので12個か13個かそんぐらいあるんですけどそれがそっくりそのまま GH でも同じように扱うことができるわけですようんでえー、っとまあズームができないんで超寄ってお見せしますけどはい、まあ、こういう感じになってますよねはいうんまあこことかは多分おなじみだと思うんですよ このフォーカスのアーダーコーダーとか、まあ、AF オンボタンも結構でかいでしょでクイックメニューがあったりしてでこれですよねこのジョイスティックなんですけど GH ついてたっけ GH5 はついてたかついてたかもしれないですよね写真撮る人とかだとこれあの AF エリアとかを変えたりする時とかに使ったりするのかなでこうディスプレイの変更ボタンね で今回は「戻るとゴミ箱が」が、まあ、もう共通ボタンになったんですけどでホイールがあってメニューボタンなんですよでこのジョイスティックが真ん,真ん中押し込みと、えー、上下左右これ全部ファンクションです、はい、でこのホイールになってるところの上下右左これホイールもいけんのかなちょっとね僕ホイールはあんま使ってないんですけど 上下右左これも全部カスタムファンクションで使えますでこの戻るボタンもカスタムファンクションで再生時と撮影時それぞれ確か割り当てられるで一応、えー、と変えることは皆さんないでしょうけどこのホワイトバランスだったりとか磯だったりとか露出補正も割り当て直すことができるうんでこここっちか ここですよこ,こ,これもファンクションですうんはいで僕がどういう風に割り当ててるかっていうとここに RADView アシストのオンオフを入れてます、はい、でこの下が HDMIView アシストのオンオフが入ってます、はい、なので自分のカメラで RADView アシストを入れたい時はここをオンにするオフにしたい時はもう一回押すみたいな感じ でここの HDMI ビューアシストに関してはえっ、ー、と僕忍者使うんですけど忍者にえっ、ー、とラットを割り当てたい時忍者側でもラット当てられるんですけど例えば今日みたいな時っていうのはえっ、ー、と HDMI から忍者に僕収録してるんですよで忍者に収録するときにそのままログで撮ってもいいんだけどもうポストめんどくせえから HDMI 経由でラットを当てちゃえばラットが当たってる状態で収録できるんですよだからポストでラットを当て直す必要はないですね、うん、これめっちゃ便利でしょっていう時とか普通に外部モニターに、えー、自分が使ってるラットをその内蔵ラットを当てたい時とかに使うボタンとして割り当ててる感じで、えー、っとこのファンクションね確か真ん中に動画フレーム表示を入れてます ちょっと電源入れてみようかこんな感じにしておけば分かるかなはいなので押し込むとこれちょっとカスタムしたんで変なことになってますけど動画フレーム表示が入る真ん中押し込みでねはいで今出ちゃいましたけどこっちに押し込むとモノクロライブビューのオンオフになりますはい で上を押すと上スポット起動メーターが出ます、はい、で下を押すとゼブラが出ます、はい、でここ上を押すと手ブレ補正ブーストのオンオフになります下を押すと、えー、動画撮影範囲を切り替えるためのボタンになってるという感じ。 でこっちが、えー、とビューアシストのためのラットデータの選択になってますでここここが手ぶれ補正のオンオフですはいっていう感じなので概ね使いそうな機能とかっていうのをこの辺のファンクションに割り当てておけるんでめっちゃ便利なんですよでここのボタンに今回はダイナミックレンジブーストを割り当ててます どうですか撮影がめっちゃ簡素化しそうな気しませんこれだけで GH6 買う価値あるんですよマジでめちゃめちゃ買う価値ある超魅力的なポイント僕は一度この操作性を S1H で慣れてしまったのでそれだけもう体感してるからこの便利さをこの便利さを体感してしまっているから、G、これだけで GH6 買う 価値になるんですよね、うん、これがもうものすごいところでそれに付随してこのクーファンであったりチルトフリーアングルこれがまあ S1H と同じように使えるのでこれも十分魅力的なポイントかなと思ってますはいで他にはねやっぱこう魅力的なところはでかいでかいと言われてます重い重いと言われてるけど全然小さいです、はい、全然小さいグリップ感も程よい感じ 僕はねそんなに手が大きい方ではないですめちゃめちゃでかいってわけじゃないんだけど全然問題なくモてるうんで親指でいろんなボタンにそのままアクセスはできますでここのボタンもすぐにアクセスができるねこれだけでも、まあ、十分な価値かなと思ってますはい魅力的なポイントだなと思ってますで今回えー、っと これね S1H にめちゃめちゃ勝るポイントなんですけどまあ HS 撮影で120コマが撮影できるようになったよとかいうところですよねこれは S1H にはできないことなのでまあものすごくメリットかなと思います GH6 の超魅力的なポイントです。ででも僕120コマ使わないからなっていう人っていると思うんですよ。 うん、僕実際120コマ使ってみて超楽しかったんだけどまあったんですよね、うんまあ、フリッカーの影響をもろに受けてしまうので、あのー、人工光のあるところではほぼ使えないと思った方がいいというポイントですね。うん、例えば信号機。えー、と僕信号機が入ったのをテストシューティングの時に入れてるんですけど信号機絶対に点滅します、うん、シャッタースピードが速すぎて。とか、まあ、フリッカーがガンガン出たりとか。 電光掲示板がちらついたりとか全然出ますなので、まあ、それ全然気にしない人とかはいいんですけどそれすらも気になってしまう人とかはそういうシチュエーションを避けて撮影し,しなきゃいけないとかってなるわけですよね、うん、でもそれ以外にも S1H に勝ってるところがあってえー、っとね CFX プレスカードが今回から使えるわけです CFX プレスカードと,、えー、と SDXC カードの えとデュアルスロットなんですねそれをデメリットに感じる方もいると思います僕 c f x ス r e ス持ってないんでそう考えるとデメリットなんですよ、うん、ただ c f x プレスが使えるのでまあそのために使えるようにしたと言っても過言ではないと思うんですけどプロレズが内部収録でできるんですよすごいでしょ S1H って最大解像度 6K なんですよ3対2のアスペクト比でで まあ16対9とか使おうと思ったら 5.9K とかになるんですけどじゃあ 5.9K のプロレズとかプロレズ422の HQ とかプロレズ422とかって取れないんですよ僕忍者使ってますけど 5.9K を活用しようと思ったら内部収録かプロレズローなんですよこれ困ったでしょなんだけど GH6 って 内部記録が 5.7K のプロレス422あるいはプロレス 422HQ をすごくない中間コーデックが扱えるってどういうことかっていうとまああの要はそのパソコンで編集しますよね皆さんでその時に圧縮されてるデータっていうのはデータを間引いて記録してるのでそれはあのロングゴップとかもそうなんですけどデータを間引いて 記録をすることで後でパソコン側でデコードしてデータを読みほどいて構築し直して編集しようっていうことなんで CPU とか GPU にめっちゃ負荷かかるんですよなんだけど中間コーデックであるプロレズっていうのは圧縮はされてるんだけれどもかなり圧縮率が低いのでそのデコードにかかる負荷がほぼないんですよねないわけじゃないよないわけではないんだけれども圧縮率の高いデータに比べると デコードのの負荷っていいうのはかなり低いその代わりデータ量はバカでかくなるわけですよ圧縮率が低いから。で 5.7K のプロレス422あるいはロプロレス 422HQ が内部収録できる。ということは 5.9K の、えー、HEVC とかで記録しちゃうとめっちゃ効率よく圧縮されちゃってるんでデコードにめっちゃ負荷かかるんですけどプロレス で中間コーデックっていうことなんで手圧縮なわけだからデコードの負荷はあんまりかかんないわけだから編集時の負荷はかなり少なく済むんですよパソコンにかなりストレスがかからない状態で編集ができるわけですよで、S1H は 5.9K とか 6K が取れるんですけど HDMI 出力でも ProRes 422とか HQ で取れないんですよ S1H にできない GH6 にできる最大のポイントは僕はプロレス収録だと思いますはいでアップデートでこのここについてるね PD 対応のタイプ C で直接まあこういったね SSD に流し込むこともできるようになるなのでまあ新世代のビーナスエンジンを搭載してるっていうことなのでもしかしたらエンジンの 性能上 S1H にはできないことかもしれないんだけどもしできるんだったら S1H でもできるようにしてほしい直接 SSD に流し込みで ProRes422 とか ProRes422HQ の 5.9K とかが、まあ、取れるようにしてほしいなと思いますはいで僕アスペクト比で言うと17対9をめちゃめちゃ使うんですね 17:9をめちゃめちゃ使う理由っていうのは僕基本的にあのテレビ的な考え方ではなくて映画的な考え方をずっと持って映像制作をしてきたんですよ映画を撮る人間ではないです映画を撮る人間ではないんですけれども映画を基準に映像っていうものを捉え続けてきたんですよで映画の、えー、基本的なアスペクト比っていうのは17:9なんですね なので僕は17対9を積極的に扱うんですで17対9で 4K っていうと、まあ、いわゆる DCI4K ってやつですけど水平解像度が4096なんですよだからいわゆる2.4対1のシネスコを扱おうと思ったら解像度が水平解像度が4096垂直の解像度が1728かなっていう解像度になるでいわゆるそのウルトラ HD ね 16対9でいうと3840という水平解像度に対してえー、っといくつだったかな1680だったかな1620かの垂直解像度で、えー、2.4対1っていう、えー、アスペクト比になるわけで水平解像度がちょっと長いわけよで僕はその17対9を愛用してるんだけれどもえー、っとこの GH6 の 5.7K は17対9 17対9なんですよで S1H の 5.9K は16対9なんですよで僕は16対9じゃなくて17対9が良かったんですよねうんだからその点においてもこ超個人的理由なんですけど GH6 に分があると思ってますでそこがすごく魅力的だなと思ってますはい まあ、PD 給電ねバッテリーの持ちはよくないですはい2時間持たないと思います体感的にあ,あもう減ってるよって思う時あるんですけどでも PD 給電に対応したんであの先日もご紹介してますけれどもモバイルバッテリーとの組み合わせでぶっちゃけバッテリーバックアップのバッテリーなくてもあのつなぎっぱで収録してりゃ電池切れることないんでめっちゃいい、うん、でカプラー運用するよりも 最悪プチンと抜けてもバッテリーで動くんででもカプラーはプチンと抜けちゃったら動かなくなっちゃうんですごくメリットたくさんあるんですよね。うん、っていうポイントとかでそうやって給電がし続けられるっていうポイントがあるので無制限記録という性能がしっかり発揮されるわけですよ。でそこに付随して、まあ、手ぶれ補正が7.5段になったよねとか、まあ、いっぱいあります、はいで。僕にとってはコンティニュアス AF が めっちゃ良くなっったよねっていうのは全然メリットでも何でもなくて僕 GH6 を買ったからといって多分コンティニュアスほぼ使わないです結局マニュアルで撮ると思いますはいただまあこれをメリットに感じられる方もおられると思うので、えー、まあそんなところかなと思いますね、はい。他になんか言いたいことあったかなちょっとね一応メモしといたんですよね言い忘れたことがなければ閉めちゃおうかなっていう感じうん あ,あとはね、まあ、純粋にこれセンサーサイズの話なんですけど被写界を稼ぎながら明るく撮れるっていうところは S1H にはできないことですね、うん、S1H っていうのはフルサイズセンサーなんで例えば、えーっと,まあ、とある画角とある画角ね、えー、とある画角でこれぐらいの被写界が欲しいよねって絞り込んでいったら F8 になりましたとするじゃないですかでこのマイクロフォーサーズ でこれ GH6 じゃなくてもいいんですけどマイクロフォーサーズっていうのは僕の感覚的にはフルサイズに比べて同じ画角同じ F 値の場合あー違う違う間違えた同じ画角で同じ被写界を得ようと思った場合 F 値が2段明るくなるんですよ。裏を返すとえー、っと2段分。 被写界が深いっていことなんですねなのでフルサイズで例えば 24mm フルサイズで 24mm の F8 に設定してこの被写界が素晴らしいなって思うとするじゃないですかじゃあマイクロフォーサーズでそれを再現してみたいなって思うと、まあ、12mm でおおむね大体いい同じ画角大体いいよ大体いい同じ画角になって F4 にすると大体いい同じ被写界深度になるんですよだから2段分明るいんですよ 2段分明るいので2段分 ISO 感度下げられるんですよ。写真で言ったらシャッタースピードも2段分速くしてもいいことになるわけですね。まあ、望遠に強いっていう側面も実はあるんですけど、まあ、そういうところがあるのでえー、っとまあやっぱ広角になればなるほど絞り込みたくなるしパンフォーカス気味にしたくなるしあのー 僕中望遠の画角がものすごく好きで映像でもたくさん使うんですけど中望遠で背景ぼかしたいよねってなったとしてでもそこの背景に映したいものがあるでも、えー、とボケを活用してしっかり被写,あその被写体を切り分けたいってなった時に絞ったりするじゃないですか。で大体僕の感覚的に8 5ミリとか1 0 0ミリぐらいの中望遠で。 F5.6 とか8ぐらいまで絞って使うこと結構あるんですよフルサイズでうんでじゃあこの場合どうなるかっていうとマイクロフォーサーズでまあ4 2 5ミリとか、まあ、5 0ミリとかが大体同じ画角になるわけですけど F2.8 とか F4 でいいんですよすごくないですかまあ昨日テストの動画を出したと思うんですよあのー コンティニュアスとローリングシャッターと ND どんぐらい減行したらダイナミックレンジブースト生かせるだろうねっていうテスト動画を出したんですけどその中でコンティニュアス AF をテストしてる中でこのパナライカの1260のワイドタンじゃなくてあと望遠側テレタン 60mm で僕はあのコンティニュアス試してると思うんですけど開放値の F4 で試してるんですよでそこの映像を見てもらったらわかるんですけど僕がよればよるほど要はこんぐらいの サイズ感とかで撮ると耳ボケてだと思うんですよでも耳もかっちり写したいってなるともう一段絞りたいよねとかなるじゃないですかそれが明るるさを担保しながら使えるだから暗所でフルサイズよりも被写界をしっかり確保しようって思った時に明るさで勝てるんですよすごくないですかだから S1H ってデュアルネイティブ ISO の高感度側のベース感度が Vlog 収録時で ISO4000 なんですけど4000使おうぜとでじゃあ 85mm で F5.6 まで絞ろうぜってなるとするじゃないですかで同じ被写界を得ようと思ってこいつでノクチクロンつけて 42.5mm ですよ同じ 85mm 換算で同じ被写界を得ようと思ったら F2.8 でいいんですよ 2段分明るるくできるのでそうするとどうなるかって考えると ISO4000 の2段下ですよ ISO1000 なんですよすごくないですかだからダイナミックレンジブーストをオンにして ISO2000 でもう,絞りあのもう1段絞ってもいいわけあるいは えっと160じゃなくて60個まで撮影しようと。でシャッタースピード100分の1に設定しようとすると50分の124コマの50分の1に比べると1段シャッタースピードが速くなっちゃうので1段露出下がるんですよ。でダイナミックレンジブーストを入れて ISO2000 は確定最低でも。ってなっても。 F2.8 で同じ被写界同じ明るさになるわけ。S1H で 85mm の F5.6ISO4000、えー、と同じ明るさになる理論上ね。すごくないですかっていうその被写界稼ぎつつ明るさも稼げるっていうのがマイクロフォーサーズの最大の強み。で僕の場合被写体が えー、音楽アーティストである場合が多い要は人物撮影を中心にしているので結構使うのが純広角からら中望遠ぐらいなんですよでその辺になってくると結構絞るんですよねうんで明るさ稼ぎたいなって時もあるから夜とかは「広角気味でもちょっとと開けたりすることあるのよやベースカンドで撮りたい ISO4000 で撮りたいからちょっと開けよ」っていうこととか結構あるのねうん っていう感じなんとなく理解できそうですかこれがマイクロフォーサーズの魅力であって GH6 の魅力かなとで、えー、今までのマイクロフォーサーズに比べるとダイナミックレンジブーストのおかげでストップ数ダイナミックレンジが 13+ プラスですよ S1H は 14+ プラス,ストップなんで1段しか差がないんですよセンサーサイズが2分の1ぐらいなのにですよ で画素ピッチは圧倒的に S1H より小さいんですよで画素数は S1H より多いんですよでちっちゃいんですよで 5.7K をダイレクトで CFX プレスカードに内部収録でプロレズ422で撮れるんですよでそれは S1H にはできないことなんですよめっちゃすごくない ?HS 撮影で120個も撮れちゃうわけ GH6 すごいんですよ。うん、なので、S1H ユーザーが見ても嫉妬するような性能です。はい、もちろん僕はこれからも S1H を使い続けます。使い続けるんだけれども、もちろん S1H にももっと優れてるところってあると思います。あると思いますっていうか、あります。普通にダイナミックレンジが広いとか、会、ま、長、あ、表現がやっぱ優れてますからね、そのフルサイズセンサーであるというところと、まあ、14プラスストップのダイナミックレンジがある。 というところで、やっぱり表現はあのが、ー、が上がりますに。ただセンサーサイズが分ののおかげでこんだけ小さいし分のなのにもかかわらずダイナミックレンジが13プラスストップあってああでこうでああでこうでっていうので対等に渡り合えるあるいは S1H をも凌駕してしまうような性能を持っているのがこの GH6 です。はい、っていう感じですね。で、まあ、最後になりますけどあくまで、えー、映像収録を目的として考えた場合の比較です。はい、なので僕の場合一番最初にもお話ししましたけど、あのー、写真はキヤノンで撮るんですよ。なので写真機として GH シリーズであったり S シリーズを見てないんですね。で自分が保有してるっていう点で言えば S1H を 写写真真をを撮撮ることはあっても写真撮影を目的に導入してないんですよ映像の性能しか見てない、うん、し今回、まあ、レビューを仰せつかったわけですけれども記事,の記事でね執筆をするというところで仰せつかったわけですけれどもその時も映像の機としてそしてビデオグラファーとして映像マンとして見る GH6 はどうなんだっていう見方をしたので写真についてはごめんなさい別のレビューアーさん頼ってみてください。 はい、というところで、えー、今日はですね S1H ユーザーが見た GH6 の魅力というところについてお話をさせていただきました、はい、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそしてツイッターとインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いいたします、まあ、ちなみにツイッターはマジでくだらないことばっか呟いてます、はい、でたまに携わった作品をあの一緒に拡散したりとかですねでインスタは 携わった作品の写真映像っていうのを上げるポートフォリオ的な使い方をしてます。で、ストーリーズにはマジでくだらないことをつぶやいてますのであの、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。こんばんは。